ラサルテオリアは、スペインバスク州ギプスコア県のムニシピオ、ドノスティアルデアの構成自治体の一つであり、サンセバスティアント市県に含まれている。ラサルテとオリアという二つの文化的中心地があったことから、ラサルテオリアという複合名が正式名称となっている。ギプスコア県の県とドノスティアサンセバスティアンの南西 8.5km の距離にあり、 南のスマラガやトローサから流れるオリア川が消盆地を形成している。オリア川はラサルテオリア付近で西に向きを変え、サラウツの近くでビスケ湾に注いでいる。バスク鉄道が運行するメトロドノスティアルデアの起点となっており、ラサルテオリア駅からドノスティアサンセバスティアンの中心駅であるアマラ駅までは4区間である。1993年に開館した。 マヌエルレコーナ文化施設には500人収容のホール、展示場、公共図書館、会議室、バル、ダンスホール、行動などがあり、年間を通じて演劇、ダンス、映画、コンサート、会議、展示会などが行われている。ラサルテオリアにはマルティン・ベラサテギがオーナーシェフを務めるベラサテギがある。ベラサテギは2001年に初めて ミシュランガイドの3つ星を獲得し、2008年と2011年には、レストラン市の世界のベストレストラン50で29位となった。伝統的なスポーツとして競馬がある。サンセバスティアン競馬場は、ラサルテオリアのラサルテ地区にあることから、ラサルテ競馬場とも呼ばれる。クロスカントリーも長い伝統を持ち、近隣では、毎年10月の最終日曜日に、 サンセバスティアン国際クロスカントリーが開催されている。1920年代から1930年代には、ラサルテサーキットで、サンセバスティアン GP、ヨーロッパ GP、スペイン GP が開催された。またラサルテオリアには、1910年から1969年まで、王立サンセバスティアンゴルフクラブがあった。中心部にある広場、ありがとうございます。